僕はデザイナーになりたいんです。やめさせてください。お前はセンスも才能もないから無理だ。黙って会社に残れ。それでも自分のやりたいことに挑戦せずに人生を終わりたくないんです。バカだな。ここで俺の下で働いていれば安定して食っていけるのに。それでもデザイナーの夢を諦めたくないです。ああそうかそうか、いつまでもくだらない夢を見てたらいいのよ。一生叶わず貧しくなって腐っても知らねえからな。はい、ご乗車ありがとうございます。お客様はどうかされましたか？今日会社を辞めてきたんです。そうですか。上司には才能がないから無理だって言われたんですけど、僕デザイナーになりたいんです。だから今の会社を辞めてもう一度一から始めるんです。そうなんですね。絶対なれますよ。え？お客様が諦めなければ絶対なれます。はい。ああ、これがこういうことか。あ、行ってらっしゃい。はあ、遅くまでお疲れ様です。ありがとうございます。よし、行くか。今日はどちらへ？フランスで全国のデザイナーが集う大会があるんですよ。そうですか。頑張ってくださいね。はい。成長してるな。部長、会社の新しい看板デザインですが、今日本で注目のデザイナーがいまして。会社の PR に関わる大事な看板だ。一流の人を頼むぞ。こちらの方です。ん？今や世界のデザイナーにも認められている清彦という方です。なんだと？部長、どうしました？ああ、こいつは俺の元部下だぞ。俺が何から何まで教えてやったんだよ。こいつは何かやってくれると思ってたんだよ。そうなんですか？おお、それなら簡単ですね。連絡しといてくださいね。任せろ。はい。あ、久しぶり。俺だ、横山だ。あ、お久しぶりです。なんか、頑張ってるみたいだな。いやいや、まだまだですよ。あ、そうか。どうされたんですか？あ、そうだ。今度うちの看板のデザインをお前に頼もうと思ってな。お前もいい PR になるだろ？あれ？先輩、僕はセンスも才能もないんじゃなかったんですか？ずっとくだらない夢を見てろって言ってなかったですか？そんなこと言うわけないだろ。俺はずっとお前のことを。お断りします。え、今ニューヨークで世界のデザイナーと一緒に新しいプロジェクトを進めてて忙しいんですよ。ちょっと待って。ちなみに僕にデザイン依頼する場合は3億円からになりますんで、先輩の会社潰れちゃうと思いますよ。すげえ。部長、あのクソ上司見返してやったぜ。俺はまだまだ行くぞ。しゃー、かっこいいね。